主審スが3試合連続無安打と沈黙した。主審スは26日米国カリフォルニア州エンゼルスタジアムオブアナハイムで行われたロサンゼルスエンゼルス戦いにチームの3番打者として先発出場した。4打数無安打33審を記録し、シーズン打率は10263となった。この日の試合でレンジャーズは14と敗れた。 一方、エンゼルスの4番打者で先発出場した大谷翔平は4打数1安打1打点でチームの勝利に貢献した。